皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、寝てる時でね、その足や腰や背中がね、しびれてきてね、痛くなって寝れない瞬間がね、あるんですよ最近ね。そしてやっぱ目が覚めてしまうんですわ。まあ、以前はね、その寝てる時はね、いきなりその足がつってたりとか、まあ、トイレを頻繁に行くようになってたりというのがあってね、目が覚めてたんですけども、もう最近ではね、その帯状疱疹の影響でのしびれでね、睡眠までもね、妨げられるようになりました。というのもですね、まあ、僕はね、その白血病の治療のためにね、骨髄移植をしてもうすぐ2年になりますけどもね、まあ、その骨髄移植において体に起こる副作用、合併症を、ね、抑えるために免疫抑制剤を飲んでいます。でそんなね、骨髄移植はね、2年経つとね、その帯状疱疹が出ることがね、たくさんの患者さんでね、見られるようなんですよ。そしてね、その免疫抑制剤というのはですね、ドナーさんの細胞と患者さんの細胞がね、喧嘩しないように意図的に患者さんの側の免疫力を下げる力があります。骨髄移植をして2年経つ頃合いがですと、でそんで免疫抑制剤で免疫力を下げているといったね、この2つの理由で帯状疱疹になったと考えられます。帯状疱疹の症状でね、痛みが足に出てきてからというものですね、まあ、最初は何の痛みかわからんかったからね、まあ、放っておいたんですけども、それがね、やがて激痛に変わってきやがってですね、でまあそこからやがてですね、赤い発疹が出てきて水ぶくれになって、まあ、これはおかしいなと思ってね、病院に行ったらね、まあ案の定ね、帯状疱疹と、ね、診断されました。でそして今日でね、その、帯状疱疹と診断されてから、まあ、発症してからなんですけども、3週間ほど経過して、もうそろそろね、4週目に突入する頃なんですよ。まあ、その帯状疱疹という病気はですね、発症してから3、4週間が過ぎたら、症状がこう穏やかになってこう治っていくと言われています。なので、ね、まあ、あと1週間、今週は4週目なので、あと1週間は踏ん張りどころです。ほんでね、そのね、症状っていうのはですね、もう主に僕は下半身の左側、ね、その腰からつま先までにかけてね、出てきました。まあ、今はね、軽くで我慢できるような痛みと、まあ、しびれが残っています。まあ、これもね、あとこの1週間でね、こう、引いていってくれたらいいなとね、思っていますけどもね。ほんでね、そんな僕を襲ってるその左足あるじゃないですか。その左足に、さらに傷口に塩を塗るような被害を受けてる瞬間がありまして、まあ、それはね、その寝てる時にね、襲ってきます。まあ、最初にも言ったんですけども、それを上回ることがね、襲ってくるんですよ。こうね、まあ、寝てる時っていうのはですね、僕は子供らとね、川文字になって寝てるんですよ。左から、僕の左から、長男、僕、次男っていう風に並んで寝てるんですけども、ほっこりするでしょう。で、そのように寝てるんですけども、まあ、3人で、その3人がね、寝つくまではね、別に大丈夫なんですけども、この両サイドのね、2人ともがね、眠りにつくとですね、まあ、無意識なんでしょうけど、2人ともが、こう、寝に入ったら、布団の中でね、こう無意識で僕にね、こう、寄り添ってくるんですよ。キュッ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 ってね。長男は僕の左側で寝ているので、僕の左側に寄ってくるので、長男からしたらこう右方向に移動します。で、次男は僕の右側で寝ているので、僕にとっては僕の体にとっては右側に寄ってくるので、次男からしたら左方向にこうギュ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 ってね、移動してくるんです。まあ簡単に言いますとですね、僕に引っ付いてくるんですよ。可愛い奴らですよ、ほんまにね。いや、しかしですね、まあ、右にいてる次男はいいんですけども、その左にいてる長男、こっち側にいてる長男、特にですね、寝相に癖がありまして、僕とその敷布団、寝てる布団の間に、手やね、この足をね、こう突っ込んでくるんですよね。
まあその足に関してはですね、この足をこうグッグッグッと僕のこの体の中に入れてくるわけですから、蹴られてる感覚としてね受け止めてしまうので、そのね僕はねそれイラッてして自分の体をこう逃がすんですけども、まあ、それでも追いかけてきて、なんとしても布団と僕の間にこう潜り込んでこうとするんですよね。で僕自身も、まあ、どんだけ深い眠りに入っていてもね、まあ、そんなことをされるとね起きてしまいます。でしかも長男ってね、先ほども言いましたように左側に寝てるわけでしょ。だからね僕の左半身をねこう刺激してくるわけですわ、ドゥ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 とね、まあ、そういうのとどうなるかと言いますとですね、帯状疱疹に侵されている僕の左半身に激痛が走るわけですよ。ただでさえ軽い痛みがあってしびれや痒みがあるにもかかわらずにですね、まあ、そんな長男がね無意識でやってしまっているその寝込みを襲うという攻撃というものはですね、今の僕の左半身からしたら、もう僕の心からしたら、もうね外的要因にしかならないんですよね。まあね、今の僕にとってはそんな長男の無意識でやってしまっている行動というのはですね、悲しいことにね何の可愛げもないんですわ。今年の8月でね長男が8歳になります。まあ、男の子の8歳なんてねまだまだほんまにね幼稚園児並みの可愛さがね垣間見えるんですよ。まあ、言ってしまえばね赤ちゃんかなぐらいの感じでねもうめでてやりたくなるんですよ。まあね自分の子供やからね特にそうなるんでしょうけども、その息子の学校のクラスメートのね行動パターンなんか見てみてもですね、まあ、ほんまにその可愛くて仕方がありません。しかしね今の僕の体でねその帯状疱疹の症状が出てる状態に対して言いますと、そんな無意識でね寝込みを襲ってしまうということに関してはですね、何があってもね許されるもんじゃありません。だって痛いですもん、耐えられません。それはね、まあ、僕の経験からしたらね、まあ、僕はねその2018年の3月にね白血病になってね治療のために抗がん剤治療をね経験しましたよ。まあ、その時にね副作用も経験しました。辛かった、でも耐えました。しかしね1回目の抗がん剤ではねその白血病細胞はね滅殺できずにですね、もう4月も5月も6月も7月もね連続で抗がん剤をやって、各抗がん剤に対して起こる副作用を毎回経験しました。まあ、この4ヶ月間に関してはあの抗がん剤をやって副作用が出て収まるか収まらないかのタイミングでまた抗がん剤をやるわけですよ。まあ、正直なところ副作用が収まるっていうのはですね、病院側からしたらその副作用が見られるか見られないかっていうのと、各血液細胞と各臓器がね正常に機能しているかを採血で数値化された数字を見て判断しよるんですけども、患者側からしたらさらにその抗がん剤の副作用が収まったと心で感じれるようになったのか、それともまだまだ副作用が出るんじゃないかと心で整理がつくかつかないか余裕がないかといった自己判断をするわけですわ。いやー辛かった、でも耐えました。そのね8月にね骨髄移植をしたんですけども、そのために骨髄移植をするこの1週間前から始まる骨髄移植前全処置という治療で、超大容量超大容量抗がん剤っていうのをしました。あの地獄の1週間辛かった、でも耐えました。まあね、そんな経験をした僕ならね、これから僕の身にこう降りかかってくる問題なんて、まあ、どうってことないと思うわけですよ。あんだけ辛かった経験があるからこそ、あの頃に比べたらまだマシかなってね思ってね、何でも耐えれるんです。しかしですよ、もういくら我慢強くて辛抱できる僕でもですね、リラックスして寝てる時に体験する外的要因はね無理です、ね、しかもね息子にやられるわけなんですよ。なのでね、まあ、それを回避するためにですね、まあ、僕の右側に寝てる次男をねこう抱きかかえて、僕と長男の間に挟み込んで、僕は一番右側に寝ることをね始めました。そしてね、まあ、今まで気づかなかったんですけども、次男も寝相に癖があって右にも左にも動き回るんですわ。これは知らなかったですわ。もうね耐えるしかないですね。まあ、可愛い息子のね無意識な行動は仕方ないっすわ、ほんまに。まあ、これはね誰も悪くないので、あと1週間帯状疱疹が引いてくることをね願います。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴
ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。